どうもーえー、っとあのー、なんかね、あのー、いろいろこう日常こういろいろ行動しているとねまあ嫌なことっていうのがこう起きると思うんですよねで嫌なことが起きた時にね、えー、こう思えばね、えー、いいんじゃないかなっていうふうなことがあるんでちょっとシェアさせていただきたいと思いますという嫌なことが起きた時にはねそれは因果で起きてるんだと思っていただいたらいいんじゃないかなと,、えーっと 因果で起きたということはどういうことかというとその、えー、前世ね前世があったとして考えて前世で、えー、それを自分がしてたんで今の現世でそれが、えー、自分に降りかかっていると思うんですねほんでその現世で降りかかってきたその嫌なことが起きた瞬間にその因果は消えるんで消えると思っていただいてそしたら消えたらそれで良かったとほんでありがとうというふうに思うと いうことで、あのー、その嫌なことが嫌や嫌やと言ってそのまま残るんじゃなくてそれが前世で自分で起こしたことやということで思ってもらうといいかなと思います。例えばね あの学歴を例えばバカにされて学歴今どうなのか分かんないですけど学歴をこうバカにされてすごく嫌な思いをしたとしたら前世で自分が、えー、学歴があって、えー、学歴がない人にこうをバカにしてたと結構バカにしたそれが、えー、と現世になって自分がそれをされたとでされた瞬間にその因果は消えてしまって全部なくなるんでその因果を、えー、なくすために言ってくれてありがとうなんですね。 で感謝するということで、えー、嫌なことっていうのは良かったという思えるようになるというふうに思っていただくと、えー、嫌なことも、えー、そんなに嫌なことじゃなくなってくるんじゃないかなというふうに思います、えー、こういう考え方はどうでしょうか、えー、ここまで動画を見ていただきありがとうございました